噂の賛否両論京都駅かっこいいけどね。めっちゃ渋いとこ来ちゃったね。日本の歴史公園100選龍寺城、昇龍寺城、キリストだったもんね。京都でもなんかやっぱここら辺はなんか洒落てるな。この辺りがあれなのにな、右側かっこいいのにな。縫いと同じ系列、京都河原町ホステルカフェ、全くもって普通の賃貸物件。そう、ここだけが京都っぽいけど中はめっちゃ普通。ここ何屋だろうね。なんかすごい美味しい匂い。これ給食の匂いか。多分そう、キセル専門店ですね。すごい、キセル専門店か。あ、こういう感じいいですね。ね、こういう感じ。あ、なかなかいいセンスしてる。あ、ごめん、すごいね、なんかみんなセンスね。なんでもないのかな、これもしかして。だるま2万円、なんかいいね。1万8000円。あと30分そこの寺町通り行ってここ戻りましょう。出てあります。生ハムと、あとこれが鶏の胸肉。これは、うわ、めっちゃうまそうだね。でキノコのソテーとこうマリネにしてあるんですけど、卵もあのスモークしてあるやつ、黄身にちょっとつけながら、あ、つけながらですね。あ、なるほどなるほど。あとイクラのブルスケッタと、うんうん、あとキクナと白エビのサラダと、あとピクルスです。うわ、うまそう。いただきます。いただきます。目が覚めますね。いただきます。いただきます。すごい、ウニのソースとなんだっけ、近江牛です。近江牛、はい、ありがとうございます。もう一瞬でなくなっちゃうからね。すっごい美味しそう。あ、でもさっきの方がいいね。お座敷じゃないですか。何、人の名前。いや、置屋さんの名前です。お店の。これは在籍してる舞妓さんの宮芸妓さんです。あ、ねね様、ちょっと待って。はい。え、ここにいたの？あ、ねねさん。この前に。あ、なんか映画、これ映画のワンシーンみたいだね。これ電球に直接書いてんだ。これ作ろうか。いいんじゃないですか。行ってみようか。ちょっと待って、俺き、いや、割烹バーって書いてある。ちょっと行ってみよう。割烹バーか、うん、今日の夜ご飯。夜ご飯、夜ご飯。今日の夜ご飯。